です。ザ・ペギーズってバンドのコピーをやってるんですけど、聞いたことある人いますか、ザ・ペギーズって。あ、意外と、あ、すごい、いる。私はこれやるよって言われた時に初めて知ったんですけど、なんか私歌うのってなった時に、なんだろう、なんか私の中の可愛いを全部出さないと歌えない曲だなって練習とかの前とかにね、雑巾にやった時、やばい、可愛いが足りないみたいな話をずっとしていました。なんか結構前ですよね、やろうっていう話を1年越しのやつで結構前に、そうですね、やろうっていう話はしていて、でそれこそ去年の追い出しぐらいに、まあ、ちゃんとやろうってなったんですけど、まあ、私が教員採用試験とかの勉強とかいろいろあって、ちょっとお気に入り置いて、やっと食べてのやっとで、まあまあまあって感じなんですけど、でも私的にこのバンドでボーカルやってギター弾いてっていうのが多分合宿以外だと初めてで、4年目にして、だからなんか異様に緊張してますなんかすごいですね、そうやって歌ってやってる人本当に改めてすごいなって思いましたで今やった曲がザ・ピギーズのピギーズのラブトリップって曲で、2曲目がサマーガブ超特急で、両方ともラブがつくから曲順がごっちゃになるんでどっちだっけみたいな、両方ともラブで選曲がたまたまありました。なんか言うことありますか？かのちゃんもね、なんかスコアがなかったので耳コピーをお願いしてよろしくしますってありがとうございます。やりますかじゃあもう一曲、サマラブ超特急という曲をやって終わります。ありがとうございました。ペギーズでした。